京都阿弥陀ヶ峰。山裾には数々の書道が立ち並びます。毎朝境内には僧侶の読経の声が響き渡る。そこには宗祖弘法大師空海の教えが脈々と息づいています。真言宗を広めるため1200年前、弘法大師空海は高野山に道場を開きました。その弘法大師空海が高野山でご入場されたのは上和2年3月21日のことでした。それから300年後、一人の僧侶が現れました。弘法大師覚馬。20歳で高野山へ登った覚馬も、当時活力を失いつつあった高野山での信仰を立て直そうと、高野山内に学問の場として大殿宝印を築きます。そこで弘法大師空海の教えを復興しようと努めましたが、各番の改革をよく思わない一部の僧侶の反発に遭います。高野山を下った各番、紀州和歌山目黒山に修行の場を移します。さらなる学問の追求と弟子の指導にあたり、弘法2年、多くの弟子たちが見守る中、49歳で入寂されました。正応元年、各番の教えを受け継ぐ大湯僧正が大殿宝印などを根頃山に移して根頃寺となりました。学問の面でも大いに栄え、最盛期には約6000人の学僧たちが学んでいたと言われています。根頃寺内の大殿宝印には多くの寺院が建てられました。その中の一つ智積院は真言宗の学問寺として最も重要な僧侶教育の場でした。巨大な宗教勢力に成長した根頃寺は、戦国時代末期、天下統一を目指していた豊臣秀吉と対立。天正13年に秀吉率いる軍勢により智積院を含め根頃山内の建物のほとんどが灰となりました。その後、一度は姿を消した智積院を京都東山で再興させた僧侶がいました。当時の智積院住職、玄佑僧正です。玄佑僧正は根頃山より高野山に難を逃れた後、京都の寺院を転々と渡りながら智積院の再興を目指します。慶長6年、天下統一を果たした徳川家康より京都東山にある豊国神社の土地と建物の一部が与えられます。そして現在の地に智積院は再興されました。玄佑僧正は根頃からの歴史を踏まえ、伊予部山根頃寺智積院としました。智積院第三世日与僧正の時、松雲寺を拝領し境内を拡充することになります。今も智積院に残る障壁画群はこの時に拝領したものです。江戸時代前期、智積院第七世雲昌僧正が智山経学を確立、真言密教の正統を伝える学山智山学びの寺としてたくさんの僧侶が集まるようになりました。雲昌僧正によって境内の整備が進められ、
密言堂などが建てられました。庭園も修築され、優れているという意味で当時は東山第一とも称されました。この頃の智積院は今でいう大学のような存在。仏教はもちろん、天文学や地学など幅広い分野を学ぶことができました。幕末から明治時代にかけて起こった仏教排斥運動や金堂の焼失など困難な時代が続く中、明治33年に智積院を中心に活動していた全国およそ3000の寺院が結集。智積院は真言宗智山派の総本山に定められます。戦後には金堂や講堂の再建、書道の修築が行われ、現代に至るまで境内の拡充整備が進められています。真言宗智山派は宗僧弘法大師空海、中高の僧弘行大師各番とする宗派です。ご本尊は金剛界大日如来。智山派には別院真福寺、大本山成田山新勝寺、大本山川崎大師平賢寺、大本山高尾山薬王院、別格本山高畑山金剛寺、別格本山大須観音法生院があります。そして全国に3000余りの末寺を擁しています。学問と真言密教の修行の場として、ここ東山三麓の地で今も新たな歴史を紡いでいます。